DBS スーパーレッジェイラは、イギリスの自動車メーカー、アストン・マーティンが製造するグランドツアラーであり、同ブランドのフラッグシップである。2018年6月26日に発表。同年の第3四半期から納車が開始された。アストン・マーティンの次世紀計画による DB11 バンテージに続くモデル。2代目バンキッシュの後継であるが、 アストン・マーティンのフラッグシップである DBS の名を関するモデルとしては3代目である。2代目 DBS が2012年に生産終了し、2代目バンキッシュに移行したため、6年ぶりに DBS の名が復活することとなる。サブネームのスーパーレッジェラは、イタリアのカロッツェリア、トゥーリング社が採用した車体製造技術のことであり、一時期少量生産の高級スポーツカーに多く、 採用されていた。アストン・マーティン・ラゴンダでは、過去に DB4、DB5、DB6、ラゴンダ・ラピードで採用されている。DB11 をベースに開発されているが、専用設計されている箇所が多く見られる。ベースが DB11 であるため、DB11 の上位モデルと見受けられがちだが、DB11 の上位モデルは DB11 アメールであり、 本社は独立したモデルである。性能はベースとなった DB11 から大きく向上しており、アストン・マーティンの量産車では史上最速を誇る DB11 と同様の最新世代軽量接着固定アルミニウム構造の発展型である。社名にスーパーレッジェーラの名が冠されているが、これは2006年に復活したトゥーリング社のスーパーレッジェラ製法に対する リスペクトを込めたものであり、実際には、スーパーレッジエーラ製法は採用されていない。DB11 よりトレッドを全、mm、全 10mm、520mm 広げ、最低地上高を 5mm 低くするなど、ジオメトリーを改良している。サスペンションは前ダブルウィッシュボーン式サスペンションと後、マルチリンク式サスペンションの組み合わせ。最新世代のアダプティブダンパーを標準装備している。 DB11 と同様にダイナミックモードと呼ばれる機能があり、これはシャシーとエンジンにそれぞれ GT、スポーツ、スポーツプラスの3種類のモードが用意されており、ドライバーが任意に変更することで走りの強度を調整することが可能でパフォーマンスに幅を持たせている。ロックとロックは2.4回転。ホイールは前後ともに21インチで、タイヤはピレリの P0。 タイヤサイズは全265、35R21、5305、30R21 で DB11 より前後 10mm ずつ太いタイヤを履いている。ブレーキも DB11 のものより強化されており、前後ともにカーボンセラミック製のベンチレーテッドディスクブレーキを採用。ローター系は全 410mm、5360mm。 このローター系は、スポーツカーの中では、最大級の大きさである。キャリパーは対抗ピストンブレーキキャリパーで、全6ピストン、54ピストン、DB11 をベースとしているが、共用しているボディパネルは、ドア部分のみで、専用設計されている部分が多い。乾燥重量は 1693kg であり、ベースの DB11 より 72kg、軽量化されている。 前後重量配分は51、49。カーリキューや DB11 のものより進化したエアロブレード2を採用する。他にもダブルディフューザーやスプリッター、エアダムなど、果敢な空力デバイスの採用によって、ダウンフォースは最大 180kg を発生。これは、アストン・マーティンの量産車では、史上最高の値である。字に荒々しく時に、ジェントルに、 2020年2月20日閲覧、ありがとうございます。